はい、こんにちは、児玉です。ですね、先日のお話になるんですけど、フィリピンに行ってきて、そしてフィリピンから学んだ幸せになる方法というところで、今回はこの動画を、お伝えしたいと思います。フィリピンに行ったのは一応仕事というところと、あとは友人がですね、いたので、そこに会いに行くということで行ってきました。で、仕事と言っても、あれですね、ホテルの中でこもって、なんかこう、僕の中では、事業計画とかっていう名目で言ってるんですけども、1年間の仕事のことだったり、今後自分がどうなっていきたいのかみたいなのを考える機会として、3日間ホテルにこもるんですね。で、こもって、外界との連絡を断ち切ったりだとか、人とのコミュニケーションも取らないようにして、もう完全にこうお仕事のことだけ考える、整体のことやアトピーのことを考えるという機会を、作ろうと。そのために、3日間、わざわざその今ある環境から離れて、そうですね、ホテルにこもってやるっていうのをやります。はい。で、それでですね、今回いろいろと、こう、仕事のことについて、今後どういうふうになっていきたいのか、で、どういうことを努力していくのかっていうのをある程度まとめて、今後じゃ、こういう方向性に向かってやっていきましょうみたいな話を、自分の中で決めて、で、やることを決めていくっていうことをしていったんですけども、ここでね、フィリピン、その話をね、続けていても楽しくはないと思うので、このフィリピンから学んだ言葉っていうか、感じたことをですね、シェアさせてもらおうと思うので、それを聞いていただければなと思います。で、それが何かっていうと、No one's place っていう言葉があるらしいんですけど、これは日本語で言うと、分相応っていうんですかね。意味で言うと、身の程を知る、無理をしない。自分の身の丈に合ったことを知りなさいねっていう、ことなんですね。なんか、タルーを知るとかっていう言葉にも言われたりはしますけどね。で、実は僕は海外旅行っていうのはすごい好きで、年に、何回か行くようにしてるんですね。で、実際に海外旅行って日本で国内旅行行くのと同じぐらいの値段で行けたりもするので、あまり僕は、金額を同じ金額払うんだったら、全く違う環境に飛び込んでみたいと思うタイプなので、よく行くようにしていました。で、海外旅行行く目的でって、違う環境を知ることで何をするのかって言ったら、今自分がどんな立ち位置にいるのかっていうことを知ることができるっていうのが、実は海外旅行を楽しむ上の一つの目的だったりするんですね。で、今回行ったフィリピンっていう国は、まだまだやっぱり発展途中で、発展途上国とかって言われて、人の収入も低いし、道を歩いてると、こう、物乞いの方とかがいて、なんかお金くださいとか、恵んでくださいっていう方が、やっぱ多くまだまだいらっしゃるっていう国ではあるんですけど、実は、近年ですね、目まぐるしい経済成長っていうのを果たしていて、実はですね、首都のこのマニラ、日本でいう東京ですね、っていうのが、ほんまに日本と変わらないような、こう、情景で、ビルが建っていてとか、都市もきちっとインフラが整っていてだとか、あとは生活スタイルとかもほとんど変わらないんですね。はい。で、物価もほぼ日本と同じです。ちょっと安いぐらいですけど、めちゃくちゃ安いわけじゃないです。ほんまにちょっと安いぐらいだったんですね。っていうぐらい、ほとんどもう日本と変わらなくなってきてます。そして若者たちの遊び方とかもほとんど一緒で、こう、インスタ映え写真をこう、見つけに行くために、こう、いろいろ街をうろついて、いろんなとこ写真を撮って、可愛く写真を写して、で、それをこう SNS に投稿して、なんかいいねもらえたらいいなとか、そういうのをやってるんですね。で、カフェ入ったりとかしたんですけど、若者たちが可愛い、こう、ね、デザートを写真バババババでわーみたいなんで話してて、日本のこうとほとんど変わらない遊び方をしてるんだなっていうのをひしひしと感じたので、こう、本当フィリピンと日本っていうのは昔はね、こう、差を感じていたんですけども、今でこそ本当に変わらない国なんだなって思ってきていますし、やっぱりそれと同時にですね、日本っていうのは、やっぱりこう、経済的な成長っていうのがやはりないんだなっていうのを実感できました。はい。やっぱり日本って少子高齢化が進んで、ね、増税も進んで、国民の生活が少しずつ、ちょっと辛くなってきている、衰退しているとも言われていますよね。で、やっぱりね、こんなこう、勢いのある、フィリピンとかって、やっぱ何年後かにはこう、抜かされるんじゃないかな、みたいな。で、今の日本が、
かつてのフィリピンのような暮らしになってしまうんじゃないのかなっていう空気ももしかしたら来るかもしれないですよね。うん、経済っていうのはね、強いものができるってことは弱いものができるわけですから、必ず差ができ、もこう抜かされるということは絶対に貧乏になるっていうのも、一面としてあるわけですからね。みんなが豊かになるっていうのはなかなか難しい話ですから。はい。まあ、っていうので、じゃあ、やっぱりこう、もっと仕事頑張らなあかんのか、たくさん仕事をして経済をまた追い抜かなくちゃいけないのかなって考えてみたんですけど、僕自身はやっぱそうじゃないなっていう価値観にたどり着いたんですね。というのも、やっぱ幸せの価値観を僕はお金以外に、持つようにしたい、持ちたいと考えてますし、持つようにしているっていう生き方をしていきたいと今後とも思ってるんですね。やはり、ね、こうやってこう、お仕事をさせてもらえたりとか、お仕事もらえるだけでも、すごいありがたいことだと思うし、ね、普通にご飯を食べれたりだとか、家族と一緒に過ごしたり、健康でいる。まあ、そんなことがあるだけで、十分幸せだったりするわけですよ。ね、まあ、フィリピンの一部の方はですけども、やっぱ一日の食事をくるん食べるのもままならないし、自分のお家を持つこともできない人もいるわけですし、ね、スマホを持つなんかっていうのも当たり前ですけども、当たり前じゃなかったりするわけですよね。はい。だからこそ、今こう、目の前にあるものを、こう、幸せに感じるということをすること自体が、やはりこう、すぐに、幸せを感じる方法の一つなのかなっていうことを、まあ、実感できたっていうのが今回のフィリピン旅行でも強く感じたことでしたし、やはり、そのためにはNo one's place ですよね。はい、今自分の身の丈を知ることが大事なんですよっていうことがすごい大事なことなんだなって、今あるものをね幸せに感じてないものをねだっても仕方ないですからね。今あるもので十分幸せなんだ。でも、もっとあればいいねぐらいで思えるようになっておけば、そんなこう、毎日毎日不幸にしんどいなって思うこともないんじゃないのかなって思いました。はい。なのでね、やっぱりね、今日もニコニコ、日々の生活に感謝できればと思うんですけど、まあこういうのって生活してるうちにまた忘れちゃうと思うので、またね、定期的にこうやって、外の世界に触れて、自分自身の心を改めるということを、教訓に今後ともしていきたいなと思ったというお話でした。まあということで、あなたにとっての幸せっていうのは何でしょうか？それは今目の前にあるもので幸せを感じられるのか、それともまだ足りないと思うのか、それは人それぞれ価値観が違いますし、いい悪いではないと思うんですけども、実は目の前に幸せっていうのは転がってるんじゃないかなっていうことをね、再認識してもらえるかなと思っております。ということで今日の話はこんな感じでした。今日もお仕事頑張っていきます。それではまたお会いしましょう。